常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。本日の帰ってきた虎ノ門ニュースご覧いただきましてありがとうございました。はい、まだ見てない人はぜひね、アーカイブでご覧ください。その際ね、いいねとチャンネル登録ぜひお願いしますね。で、今日ね、久々に BTO のね、後継企画ということでね、やりましたよ。ね、タイガージャッジというね、企画ね。まあ、ぜひこれも見てほしいんですけど、で、そのタイガージャッジ番外編みたいな感じでね、今日はね、TBS とか、TBS のね、報道被害、並びにね、放送法違反事案についてですね、ちょっと皆さんとね、共有していきたいなと思うんです。で、まず一つはね、JA のね、自爆営業の件ね、これをね、ニュース23でやったんですが、情報源となった元職員がね、身バレしまして、はい、退職を余儀なくされたという事件が、でございます。これ5月1日にね、現代ビジネスに、まあ、書かれてるんですけれども、こんなタイトルです。TBS ニュース23に裏切られた、JA の自爆営業を告発したら、身バレして退職、元職員の悲痛な訴えと、いうことでね、この方ですね、まあ、九州にある JA のね、元職員の A さんという方ね、はい、まあ、仮名ですけどね。で、この方がですね、1月12日に放送されたニュース23で、まあ、相談に身バレしてしまったと、いうことです。なんかね、まあ、自分家に取材に来てね。で、その時にその自分の腕時計まで撮影されてることは気になったんですけど、記者からはバレることはないと言われたと。ね。で、その他ね、共済の、まあ、契約書とかそういうのもね、まあ、証拠として提出して、で、放送前にはね、編集した動画を確認させてもらえるという約束だったんですが、実際には確認させてもらえず、で、結果的にですね、もうずさんな加工で、そこを見バレしまして。はい。で、3月にですね、JA を退職してしまったということです。で、取材に応じた同僚の方もいらっしゃったんですけど、この方も身バレしたらしくですね、4月1日から離島のね、なんか、お店の方にね、まあ、明らかな左遷人事を食らったということで、退職されたこの A さんはですね、お子さん2人いてね、まあ、現在仕事もなくて非常に不安だというふうに訴えているということなんですね。で、さらにね、恐ろしいことにね、この件ね、どうも TBS 隠蔽しようとしたんじゃないかと。いうことなんです。なんかね、このことがね、週刊現代に今載ったんですよ。現代ビジネスに載ってるってことは、これ実は週刊現代の天才なんですけど、で、その記事が出るって分かった時にね、ね、分かった時に、なんかね、この、まあ、これちょっと記事を見ましょうか。ね。その記事が掲載される週刊現代の発売前、番組の取材を担当した、報道局、調査報道ユニット記者が、ね、この A さんね、その見バレしちゃった A さんに電話をかけて、記事掲載を見送らせるよう、こうそそのかしてきたと言うと。ね。記事になると見バレするので、今すぐ週刊現代に電話して、掲載の差し止めを要求した方がいいですよ。週刊現代編集部の連絡先を教えましょうかって言ってきたんです。と、A さんがですね、農業ジャーナリストのね、久保田慎之介さんという方にね、連絡してきたんです。はい。バレちゃったんです。久保田さんにこのことを A さんが喋ったんでバレちゃったんです。はい。で、これ、続編でね、告発してるのはその、まあ、久保田さんなんですよね。はい。で、なんかね、A さん曰くね、その電話をかけてきたその TBS の記者っていうのは、とにかく慌てた様子でですね、はい。それで TBS の記者は冒頭の記事を出す前に、筆者が A 氏に送ったコメント確認用の原稿を持っているかどうかも聞いてきたと。原稿を見たい様子でしたと。ね。で、さらにですね、この久保田慎之介さんね、今回のこの農協の闇の監修をしてたんですね。農業ジャーナリストとして。で、このまあ被害者の A さんとも面識があったそうで。で、この記事のことでね、久保田さんともう連絡は取らない方がいいですみたいなことを言ってきたと。ね。で、この言葉を聞いたとき、さすがに、なんで?と思いました。その理由がないですから。やはり、報道被害の実態を隠蔽したいんだなと直感しましたと、その被害者の A さんは言っているということです。もうこれ悲惨だよね。何考えてんだ TBS という感じですね。はい。で、この、まあ、久保田慎之介さんはですね、まあ、この記事でね、続けてこんな風に言ってます。筆者は A 氏が訴える報道被害を報じる記事を執筆するにあたり、TBS の広報部に質問状を送っていた。その直後、報道調査ユニットとおぼしき電話番号から着信が2度あった。いずれの電話にもあえて出なかったが、記事の差し止めに関する、用事だったと推察する。私が応対しなかったので、記者は A 氏の説得に向かったと思われると。一連の事件について TBS 社長室広報部に再び質問状を送ったんですね、久保田さん。そしたらこんな回答でした。週刊現代等の記事にあるように TBS に裏切られたなど当社を批判する趣旨の連絡を、取材対象者から受けたことはなく、質問には情報源の秘匿の観点からお答えできませんと。舐めてんのかと舐めてんのかということですよね。で、これに対して A さんね。ね、そのもう、報道被害にあった A さんね。怒り心頭で、映像の加工に問題があったことは記者にちゃんと伝えました。
放送後に YouTube で当該番組が見られるようになっていたので、それを削除する依頼もしています。実際に動画が削除されたので、TBS 側には後ろめたい気持ちもあったのではないでしょうかということで、もうこれアウトですよね。アウトです。はい、もうどうしようもねえなと思ったらですね、これだけじゃないんです。これだけじゃないんです。はい、あのね、ラビットというね、まあ、ゆるいね、まあ、ワイドショーみたいなやつでですね、お笑い芸人のですね、相席スタートの山添さんという方がですね、唐揚げを食べるのに使用した爪楊枝を、また別の唐揚げに直接刺して、マナーが悪いと、いうふうに物議を醸した事件があったということなんです。で、しかもね、これやった場所が韓国なんですよ。韓国のね、食べ歩きのシーンで、唐揚げを食べるのに使用してた爪楊枝を、店頭に置かれた別の唐揚げに直接刺し、口に運んだと。で、一緒にロケに参加していた、まあ、その3時のヒロインの福田さんとかですね、若月千夏さんがね、ダメダメダメ、それはマナーが悪いっていうふうに、まあ、言ったんですけど、このね、まあ、山添さん調子こいてね、ラビットよ、ラビットよ、ラビットそうよ、とね、なんかこう、いや、美味しいという、意味するね、あ、ラビッソよ、ラビットよ、ラビッソよって言ったのか、ね、美味しいを意味する韓国語と番組を交えたギャグを笑顔で返すのみだったと。で、ところがですね、まあ、これがすげえ問題にされて、その後 TVer ではですね、カットされていたということなんで、これどうなのと。要はその韓国でね、日本人のそのまあ、マナーが悪いというようなこう印象づけるようなね、ことをやっていたんじゃないかと、いうことで。で、この件ね、結局ね、TBS 謝罪したみたいなんですよね。これ日刊スポーツの記事なんですけれども、番組のね、ラストでですね、MC を務める、田村雅子アナウンサーが一人で登場し、ここで番組からのお詫びがありますと。5月2日に放送した韓国旅の VTR の中に、出演者がお店の商品に爪楊枝を直接刺して食べるという行為があり、視聴者の皆様からご指摘を受けました。番組として不適切であったことを反省し、お店に直接謝罪させていただきました。関係者の方々にご迷惑をおかけしたこと、並びに視聴者の皆様に、不快な思いをさせてしまったことをお詫びしますと、いうことで、お詫びを入れましたと。まあこれはちょっとさすがにね。うん、いろいろその手のさ、ほら、なんていうの、紅生姜に直接箸入れてとか、日本でも問題になってますからね。これはないよね。うん、まあ、いくらお笑い芸人だからといってですね。まあ、ちょっとこれね、ふざけたんでしょうけどね。まあ、マナー最悪ですよね。もう気持ち悪いとか、マナー最悪だとかね。もう天狗になって何をしてもいいって勘違いしてるんだよ、などね。様々な意見が寄せられたということで。まあ、やっちまったなと。うん、まあ、そんな感じです。まあ、編集してる時に気づかなかったんですかね。生放送じゃなかったと思うんで、VTR の編集の際にね、まあ、これ、美味しい笑えるネタだと思ってやったのかとかよくわかんないんですが、またやっちまったなと。TBS2 アウトです。はい。で、これだけじゃないんです。今度はね、TBS ラジオ。ね。これでですね、やらせメールです、今度は。これフラッシュの記事ですけど、騎士団のラジオでやらせメール発覚も、創作なしで番組が成り立たない、関係者が語る制作現場の実態というですね、結構生々しい記事が出てるんです。で、これ何があったかというとですね、4月30日ね、TBS ラジオは公式サイトで、騎士団の綾小路翔さんがね、パーソナリティを務めている、俺たちには土曜日しかない。で、スタッフによるメールの自作が発覚したと、報告してですね、謝罪したそうです。で、サキピというね、ラジオネームの方のメールが、まあ、これやらせだったと、いうことです。まあ、その番組ホームページ曰くですね、番組スタッフがリスナーを装って自作し、自ら採用していたものであることが判明しましたと。で、さらにですね、同様のケースが13件あったと。とんでもねえやらせ番組だったんだなと、いうことです。で、日刊スポーツがね、取材したところね、オンエア後、番組関係者からの報告で事態が発覚し、番組スタッフにヒアリング、調査を行った、パーソナリティの綾野浩二翔さんは一切関与するものではありませんと、いうふうにしているんですが、これね、なかなかナイスな記事でね。はい。そのラジオ番組の制作関係者のね、インタビューとしてね。はい。まあ、こういうことはね、よくあると。ね。リスナーからのメールをスタッフや放送作家が創作することは日常茶飯事ですよ、と。いうですね、ぶっちゃけな、ことを言ってますと。これね、本当はちょっといいんで、ぜひ皆さんこれ記事ね、お読みいただきたいんです。ちょっと長いんですけどね。騎士団ラジオで、やらせメール発覚も、創作なしで番組が成り立たない、関係者が語る制作現場の実態というね、まあ、この、ヘッドラインのね、記事です。でね、ちょっと長いんでね、ちょっとかいつまんで、読むとですね、かいつまんでというかまとめて言うと、要はね、素人からのですね、素人からのと申し訳ないですね、一般リスナーからの、その投稿だけだとね、ちょっとその、番組は成り立たないらしいんですよ。大体そのラジオの番組ってね、熱狂的なファンが多くて、で、そのまあ熱狂的なファンが本当にバンバン送ってくるので、いつも同じ人になっちゃったりとか、なんかいろんな問題があると。
いうことなんですね。で、さらにね、その、まあ、お笑い芸人みたいに話のプロだったらまだいいんですけど、売り出し中のアイドルとか俳優はですね、まあ、そもそもトークの幅を広げることができないんで、そういう難しいメールだとね、一般の方からのちょっとメールだと難しくてですね、なかなかちょっとこう、うまいことできないと。で、それでね、まあ、この方曰くですね、ネタが足りなかったり、同じ人ばかりでまずいという判断になった場合、リスナーから送られてきたメールに手を加えて脚色したり、放送作家や AD が一からメールを創作するんですよ、と、いうことで、番組制作の現場でやらせという感覚はないと、いうことはそうです。で、そもそもネタ選びだって、いわゆる、常連のメール職人からの、投稿を優先的にチェックしています。その方が効率もいいし面白いですからね、と。すべてのメールを、平等に正直に取り上げていては番組は成り立ちませんから。今回の TBS の件も、現場ではなぜそこまで謝るのだろうという印象です。演出上の常識を知らない上層部に問題視されたんでしょうね、ということで。日常茶飯事だったんだ、とか思いますよね。まあ、おはようテラちゃんではね、特にまあ、リスナーからのメールとかは取り上げてはいないですけど、プレゼントの時ぐらいかな、だとは思いますが、あれはもうちゃんとね、はい、まあ、私がね、知ってる範囲でいろいろコメントしてますけれども、まあ、こういうことあるんですね。でね、さらにこの人曰くね、素人の意見を創作するという点では、ラジオ番組だけでなく、テレビ番組でも同様のケースは多いんです。例えば、街頭インタビューにたびたび同じ人が登場したりして、ネットで話題になることがありますよね。あれは基本的にエキストラ派遣会社にリサーチや素人の用意をお願いしているために起きる現象です。昔はこうした不自然な演出が話題になることはありませんでしたが、今は SNS で拡散され、白日のもとにさらされやすくなりました。しかし、メディア側の意識が追いついていない状況です、ということで。そうなのと。なるほどね。まあそんなもんなのかな。もう僕もね、もうテレビなんかね、出る気はないですね。まあオファーがあれば別に出ますけど、そんなに出ないとも、まあ思ってないんですよね。まあそれはまあこういうのもあるしさ。まあネットの方がね、自由にやれていいかなというのもあるしね。まあそれにしても TBS ね、これ完全スリーアウトですよね。JA 自爆営業見バレ。ね。それからまあ、幼児。ね。さらにこの TBS ラジオのね、メール捏造ということで。まあこういうのがね、現場で、まあ割と、日常茶飯事にね、行われているのかなと思うとね、恐ろしいなと。まあそんな気がしました。はい。ということで皆さん、TBS はね、まあ今後そういう目で見た方がいいのかなと。うん。反省足らないし、多分、改善とかもできないと思うんでね。まあ意味軸もこのね、関係者曰くね、まあ現場では常態化していると、メディアの意識が追いついていない現状だと、いうことなんで、まあそんなもんだと思ってテレビをご覧いただけるといいかなと思いました。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!